京駅に来ました。1年半前もこんなような動画をしたんですけど、今日は新幹線ゴールデンウィークの日でございまして、ゴールデンウィークのもうちょうど U ターンラッシュかな、それか普通に帰省ラッシュでしょうか。今日はこの京都駅の新幹線でね、またのぞみが12本走るということで見に来ました。こんな感じでのぞみ16時1分とかいろいろ走ってます。16時台をね見ていこうと思います。今時刻は3時54分ぐらいですね。なんで新幹線方面移動していこうと思います。今日もよろしくお願いします。15時の57分が2本、そしてこだまが1本ということで、1時間に15本の列車が発着する、そんな京都駅東海道新幹線となっています。名古屋です。のぞみ32号の東京駅は14号車まで行って16号車まで行ってます。いわゆる先頭車というやつです。本当にすごい列が、たくさんの列が並んでおりました。というわけでこの16時台ですね、今15時59分なので16時台の新幹線を、見ていこうと思います。まもなく11番線に16時8分発光514号東京行きが到着いたします。のぞみ32号、本当にのぞみ32号とかいうのが博多発の東京行きの電車のこと、博多道東京行きのぞみ32号、途中行きは小倉、広島、福山、岡山、新神戸、新大阪、博多発です。そこから今京都に停まりまして、東海道新幹線のぞみ号の停車駅は本港で、京都南に新横浜、そして砂川終点です。東京の順に停まっていきます。今左側の新幹線ちょうど32号が発車していくとともに、右側にですね新幹線がやってきました。この新幹線は何かと言いますと、次に発車しますのぞみ416号ではなく、その1本後の光514号の停車ということになります。光はここで1本だけ見送るというわけですね。これさ、スワン車両とかって書いてあるんですよ、なんか最近は東海道新幹線も個室需要が増えたとか、なんかで、ね、個室が入るとか言ってましたけど、あちらは S という車両、ここから米原とか名古屋方面に出て走り出していくわけです。もちろん下りも上りも列車は走っているわけですけども、下りの方が若干少ないようですね。なんで下りの方が少ないかといったら、まあ需要が少ないからですね。でももちろん多分上りの新幹線の車両が足りなくなりますから、もちろん上りも下りも同じ量行ったり来たりしなきゃいけないはずです。なので必ず、まあ、下り列車も回送として走ることになると思うんですけども、今右側に止まっているのが光514号という車両、その光514号先に出発します。現在16時2分なんですけど、16時6分発のぞみ416号東京行きがですね、こっちの12番ホームにやってくると思います。お客さんは大盛況、本体ホームはね、本当なんですけど、このホームはすごいですよ。ここに416、400番台とかが入る時は、基本的に東京と下大阪を往復するタイプの臨時列車ということになることが多いです。あっちには在来線も走ってるわけですけど、こういったね在来線も、あれ普通電車ですね、この在来線もですね今日は結構混んでまして、ゴールデンウィーク祝日、こう先頭車とか見ていくとですね、ちびっ子たちがいっぱいいてですね、
お伝えしたんですけど、おすごいな、扉閉まってすぐ走った人。のぞみ416号東京行きです。ちょうど向かい側の新幹線をやってきました。あれは2400系、小玉740号東京行きが、一応下り方面も新幹線が走っていますけども、今日は上りがピークということで、今16時6分発が走っていきましたけど、その2分後の新幹線16時8分しっかり514号が元の左手側に発車していくわけです。右側のは光500、光514号東京行きですが、ちょっと左側に新幹線に行きました。こちらは何かと思いますと、こちらは小玉号です。小玉号東京行きです。小玉740号ですね。2番線の電車は16時1分発小玉740号。このゴールデンウィーク期間は普段見れないような新幹線の番号416号というのも、臨時列車としてお客さんが多い時間帯時期にしか運転されないものなので、見れないものがあります。このゴールデンウィークの時にしか走らない新幹線を見ようということで、新幹線のファンの、鉄道ファンの方もね、写真を撮りに行きます。あそこまで行っていいかどうかね、ちょっとね、不思議なんですけどね、もうあんまり行きたくない。今日はすごい天気がいい。こちらの京都駅でもこの天気が映えて綺麗に輝いております。そして下には今年度の大学生で微妙になってしまったサンダーバードも大阪駅、大阪と金沢を結んでいましたが、現在は敦賀を結ぶというようなよくわからん特急になっております。そして左側にいるこちらが小玉号です。小玉640号、間違えました、小玉745の東京駅です。この新幹線方面に上がってきてから16時1分6分とのぞみ号2本行ってから、その次ののぞみ号が13分、新幹線の間隔で言いますとこれが4本目ということになりますので、10分で4本列車が来ているわけです。ですから2分30秒ぐらいに1本ですね、新幹線が来ているわけです。これは山手線の頻度ぐらいですね、山手線より山手線の通勤ラッシュぐらいの頻度ですね、この新幹線が出発していっているわけです。時速300キロですよ。山手線は100キロ出したらいいとこですけども、時速300キロですよ。時速300キロの新幹線が、2分半とか3分おきに出ているわけですから驚きです。1時間に15本出ています。乙女の涙が終わりで扉が閉まって、小玉号は自由席が残ってる、のぞみ号だけ自由席がなくて、光号と小玉号だけ自由席がありますから、ここ16号車ですけど、この16号車じゃなくて1号車とか2号車とか3号車だったらもっと混んでると思いますよ。そしてこの東京行きの小玉号が発車すると、同時に小玉740号が発車すると同時に右側にやってきた、こちらがのぞみ162号かな。この小玉号の次に出ます、のぞみ162号東京行きがやってまいりました。こちらも広島ですね、100万台は確か広島駅だったはずです。のぞみ号の一番100の位の桁が0の場合は博多、100の位が1ならば、ありますね、100の台が1ならば基本的に広島発というような感じになっております。今1分が行きまして、その5分後にのぞみ号が出たと思えば、その2分後に光号とこだま号が出ます。でその3分後に新幹線同じ停車駅、そしてその3分後にまた同じ停車駅のが発車するという、だからとてもカオスな状況になっているわけですけども、右側に止まっているのがこちら162号の東京行き、広島までまして東京都までやってまいりました。この先東京まで走っていきます。こちらはゴールデンウィークの期間や土日にしか運転されない列車です。見送り柵から離れていただけますか。危ないですよ。ちょっと車掌さんや駅係員さんもピリピリしてる感じですよね、お客さんが多すぎて。この新幹線は特に安全重視ですから、この黄色い線を一歩でも出れば即注意されて、そういった厳しい車両でございます。だからこそこの新幹線の安全というのは保たれているわけですけども、東京駅のぞみ162号が今発車しています。そしてですね、このぞみ162号
加速と同時に今度左側に、はい、やってきました。こちらが203.4の東京駅です。これが今ここで出発していった新幹線の3分後の電車となっています。3分後に同じ停車駅の同じ行き先の同じ両数の高速300キロで走る新幹線が出ていきます。すごいことだ。ここ京都駅を出発するとうねうねっと回って、東山トンネルだかなんだかを通過しまして、京都府山科区山科のあたりまで行きまして、そこからですねまたトンネルに入りまして、今度左側に琵琶湖を見ながら大津とか草津とかその辺を通り過ぎて前の方へ走っていきます。そしてこれは3分後に出発する新幹線、もちろんあの新幹線も後ろののぞみ号に停車駅は同じですが、追い越されないように300キロ運転するわけですね。これができる東海道新幹線、素晴らしい。300キロで走るとか言いましたけど、実際には東海道新幹線の最高速度は時速285キロ。でもこの時速285キロでもですね、他の海外の新幹線に比べて、海外の高速鉄道でも平気で300キロ、または400キロぐらい出すような鉄道も開発されているようです。ですが、そのような速度では負けない別の安全性や時間の正確性があります。新幹線は約30秒から1分遅れたのに、なんか始末書じゃないですけど、報告書を書かなきゃいけない、どんなぜ起これるか分からない、報告書を書かなきゃいけないとかいう、そういう決まりがありまして、また15秒の間隔で時間が整理されております。他の海外の高速鉄道と違って時間がすごいシビアなのもこの新幹線の特徴ですから、高荷さんも出発時間とこの混雑度にはピーピーしております。そしてその時間ともう一つすごいのが安全性。この安全性はこの海外どこにも負けないぐらいの安全性を誇っております。そしてこの安全性にも加え、さらにもう一つ大事なのがこの東海道新幹線の本数の頻度でもあります。本日も言いましたようにゴールデンウィークでは海外のどこの高速鉄道にも引きを取らないほどの高頻度運転がなされております。ここから出発していくたった2本のレールですね、上下線2本のレールだけですね、3分間隔、最短では2分間隔でこののぞみ号と呼ばれる時速285キロを走って走ります列車が時間を調整しながら走っているわけです。さらにこの時速285キロで走っていた新幹線の他にもですね、こだま号や光号など途中停車駅のあるそんな新幹線も同じ線路を使って走っていて、時間が調整されているからすごいわけです。右側ののぞみ420号、その1本前に来る新幹線が右側に入線してまいります。こちらはのぞみ34号が来る予定でございます。もう到着してきた。席から全席指定席必要、全席指定席になってますよという話をよく聞きます。こちらがのぞみ34号、大変なしののぞみ34号同行きです。のぞみ34、3桁じゃないです、のぞみ号が全て博多と東京を越えます新幹線となっています。1号に頑張ります。The train at track number eight is Nozomi 34. もうすぐ引退もスタートしております。こちらがのぞみ号の小さいビートがかれてるやつですね。この小さい手がかれてますね。もうちょっと古い車両ということになってまして、大きい絵が描かれてるやつはまだまだ動くんですけど、小さい絵は続々と廃車が進んでいくみたいですよ。その代わり新しい今右側に見えるようなこれは何だったの、これは何だったかな、忘れたけど、右側に見えるような車両、これ今中にスクリーンあそこの乗っていくお客さんの左側に見たらめっちゃ先金色で描かれてあります。この金色のロゴのやつはですね、もうシュプリームということで、この新しい新東海道新幹線の顔となっていく車両になっています。今右側に34号が到着したわけですけど、その次に234号が到着します。のぞみ234号、3桁の100の位が2となっておりまして、100の位2はですね、東京と新大阪を結ぶそういった3点の列車になっております。
今みんなはのぞみ3時4号が出発していったところ、これは N701 S、これですね、この黄色の N701 と書かれている車両が今東海道新幹線で最も新しい車両、そして次にやってきたのが東海道新幹線234号ですね。間違えました、のぞみ425です。先ほど言いましたよね、こちらのぞみ425になっておりまして、こちらもですね、3桁の番号の一番上の番号がですね、のぞみ4204ということで、新大阪との折り返し運転を、そういった列車番号になっております。のぞみ425東京行き12番線から発車していきます。のぞみ号何も変わらず16時24分にこの京都を出発しました。名古屋、新横浜、品川、東京終点には18時35分に到着する予定ですから、もう東京に着いたら夜ご飯を食べなければいけません。もしかしたら京都で何かお土産、駅弁を買ってこう新幹線の中で食べる方もね、いるかもしれません。大体そんな感じの時期になっております。こちらの新幹線420号はですね、めちゃくちゃ走ってる期間がでも入ってるんですけど、5月の2日、そして4日から6日までの上りの通勤と運行時間帯にはもちろん走っております。 N500 系での運転、のぞみ420号の東京駅です。この新幹線が出発すると6分間新幹線が来ないことになります。急行の急席は混雑をしております。急席特急券をお持ちのお客様、のぞみ号1号車から7号車と11号車から16号車の席は急席特急券でもご乗車いただけますので、合わせてご検討ください。のぞみ号のグリーン車以外のデッキは自由席扱いということなんで、自由席券をですね持っているだけでも、光号とか小玉号に乗ってる人でも、のぞみのデッキなら、グリーン車以外のデッキなら自由席特急券で乗れるよというような案内をしています。普通通常ではねこんなことは言わないんですけど、そういう風に案内されているということで、今日はやっぱりゴールデンウィークの最終日に近づいてるからでしょうか、そういった感じになっております。新快速はね意外と空いてるっぽいですね。まあこの京都駅から混み出すんですけど、京都より東側は琵琶湖しかない場所なので、そんなにね混雑しているということはねあんまりないようです。次の電車が16時30分発から、それの1本前が24分発なんで、6分ね電車が来ないことになります。6分電車来ないだけでだいぶ静かになりますよ。東京行きは236号、一番上の2という数字、236の2の数字は新大阪と東京を結ぶ新大阪折り返しの列車であることを表しております。のぞみ号の後に3分後に光658号も来る予定になっております。奈良の方からやってきました宮古寺快速が、京都駅がやってまいりました。あれもですね結構混雑を極めるんですけど、今日はどうでしょうか、結構空いてるかもしれない。のぞみ164号東京行きです。お手持ちの特急券ご確認の上お乗せください。70クレーンが来ました。パーエレブン。のぞみは N5、マーケット号東京。次はノーデリルダウンに。メインステッキの駅で出港を行き。車庫から離れてください。危ないですよ。11番線にやってきたんですよ。16時30分発、のぞみ236号東京駅です。
刻約15分前に出発して、次に東京にも15分46分、7時前に着くことになります。次の見てみると、光号が待ち構えています。新大阪始発の東京行き光、236号がさっき入線していたやつ、その次がのぞみ658号、3分後にやってきます。ですから、新大阪京都間も3分間隔で電車が来ていたことになります。それはすごい見方だ。64号が間もなく出発します、もう停車してドアが開いてから30秒1分経たずにドアを閉める発車ベルが鳴りまして、今ドアが閉まりました。そしてすぐに出発していくわけです。そしてこの右側の電車が発車するのに、京都ラインの皆さんの後ろ背後側からやってきました。こちら、光号がやってきましたね。光658号11号車、対応ありと言いましたけど、この対応ありというのは多分車椅子とかこちらのお客さんの、利用の方がいらっしゃるんでしょうね。11号車には多目的スペース、そして大きな車椅子でも入れるトイレ、お手洗い、それからですね、車椅子スペースがね、全車両に、全編成に設置されておりますので、基本的に11号車が使われることが多いです。こちらが1時間に2本の光号、16時33分発光658号の東京駅です。京都の次は毎晩、そして岐阜羽島、名古屋までは各駅に停まります。そして名古屋からは小田原のみ停車、名古屋、小田原、新横浜、品川、東京の順に停まっていきます。この30分発の次33分、そしてその次36分ということで、3分間隔で列車が3本やってきます。6分で3本、1時間に15本、列車が発着しているわけですから、のぞみ12本ダイヤが始まりますと言った時はお前正気かと思いましたけど、これでゴールデンウィーク間、そして春休み夏休み期間をやっております。やばいですよね。今左側が33分発、そして右側に36分発ののぞみ422本がやってきます。ですが岐阜羽島とかで岐阜羽島米原に止まるこちら左側の新幹線のが3分先に出発するんですね。ですからこの列車を後ろ、のぞみ422号右側に後でやってくる新幹線に追われながら、3分後の新幹線に追われながら、この光号を次の米原駅まで逃げ切らなければならないということです。先行方向、進行方向ではない画面左側から光658号東京駅が出発していきます。京都33分に出発しまして、終点東京には19時を過ぎて19時12分の到着ということになっています。列車ができました。こちらのぞみ422号、422422ですので、この上の番号にですね、4がつく場合、4とか、ね、1とかがつく場合は、東京と 新大阪をですね、結ぶだけの折り返し運転を行っている列車となります。山陽新幹線に直通するわけではありません。下1桁が1の場合は広島まで、そして上1桁が1の場合は、広島まで、そして上1桁がね、まず3桁じゃない、列車番号はですね、博多まで行って、山陽新幹線の終点博多までを、折り返し運転するようになりそうとなります。さっきまでね、ここでやんじゃしてたね、ちびっ子たちがようやく新幹線に乗ってくれたのでですね、ここのね、手すりにね、手を掴んでこう顔を乗り出したりとかね、結構危ない場面をね、見ることがなくて済みそうです。助かりました。危なかった、本当に見てて辛いですよね。でも注意しようにも、多分これ日本人じゃないか、どうやって注意していいか分かんない、まあ、そういった人が混雑するにつれ、そして海外観光客が来るにつれ、何かそう英語とかでもうこういう下がってねみたいな案内をしなければいけないのが、でこの東海道新幹線の大変さでございますけども、まだ事故が起きていないというのがすごいですよね。新大阪始発京都名古屋新横浜品川と止まって、終点東京18時51分に止まります。その422号、
そして小ネタなんですけどね、このドアの左下にあるこのオレンジ色 JR マーク、オレンジ色でしたら JR 東海の車両、そして水色でしたら JR 西日本の車両所属の車両ですよというのは、まあ、鉄道オタクの中では結構有名な話です。お、一気になんか人が少なくなったな。ここ扉が閉まって、次名古屋向けて約40分間走り続けていきます。そしてこの右側の列車がね、出発したと同時ぐらいにですねやってきました。こちらのぞみ、何号だ、のぞみ424号、16時39分発東京行きです。424号がね、僕のね持ってる時刻表に書かれてないんですよ。次の停車駅は名古屋です。ゴールデンウィークということで、あれ424号はね書いてないんですよ、僕の持ってる時刻表。あのヤフーの時刻表見てるんですけど、ヤフーの時刻表でカバーしきれておりません。でも JR 公式の AI 見てみればですね、のぞみ424号、16時ですね、一応39分発で書いております。16時39分発36分の3分後に発車します。 JR 東海のですね、このあれで見れてみると、16時台ですね、16時台ここのランです。その39号ですね、のぞみ400、おピントが合わない、のぞみ424号、東京行き。このダイヤモンドマーク、ダイヤのマークが書かれているこのひし形のマークは、この時間とか運転日が、こう日によって異なりますよ。例えばゴールデンウィークにのみ運転しますと、そういうようなね、注意書きなんですけども、そういうことが書かれております。すごいですよね、ヤフー時刻表に対応しきれない量ぐらい、この臨時列車が多いすぎると、そういったような感じです。39分発なんて書いてないんですけどね、ちょっと3分見てみましょうか。1分6分1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、のぞみ号13本走っていることになってるのかな。あ、これ平日になってました。今日のね休日見てみると、あ、ありました、ごめんなさい、ヤフーもね間違ってありましたです。僕の見方が悪かっただけです。39分発のぞみ424号、東京行きが、でもなくこちら発車していきます。39分が走っていくですね、45分ということで6分間空くことになります。この6分間の間にもう一歩入れるんじゃないかと思ったりもするんですけど、停車駅は名古屋、新横浜、品川と止まっていきまして、終点東京には18時54分、19時ギリギリ前に到着する列車となっております。さっきまでここね、すごいなんかベビーカー持ってる人が多かったのに減りましたね。ちょっと撮影環境が良くなったというのが、ちょっとだけ不幸中の幸いでございます。了解です。でこちら本体側には回送電車が止まっているわけなんですけど、なんで回送が止まっているかと言いますと、これですね、新大阪始発の列車に対応するために、東京からですね、この下り線はですね、こう無駄にこう列車を営業運転させてもですね、掃除とかがめんどくさいわけで、回送電車として新大阪まで回送してから、新大阪からまた発車することになります。新大阪からですね営業運転することになります。この上りの列車が多すぎると、今度下りの列車足りなくなりますのでですね、下りの列車の来たやつを折り返させるためには、回送として東京方面からずっと走らせてこなければいけないということで、この下り線にはですね、このピークというのがありますから、それに対応した回送電車が走っているわけです。ですから通常であれば、これ下り何時何分発の何号に当たるんでしょうか。そしてこの回送電車を先に行かせてから向こうの光号が発車していくわけです。光515号岡山駅だから、本来はあの回送電車はあれですね、のぞみ号として走っていると思います。本来上り線下り線同じ本数にしなければいけませんので、それに合わせるために
冷やしていた快速電車として走らせていたわけですよね。次の列車はのぞみ100号がやってまいります。何を基準にのぞみ100号というふうにこれ一番最初なのかわからないんですけど、広島を15時3分に出発し京都まで止まり、京都から名古屋、新横浜、品川と止まって終点東京には18時57分ギリ19時前に到着する列車でございます。日もですね、だいぶね傾き始めてきました。京都駅の駅前少しお話ししておこうとしますと、あそこには京都セントリーホテル、めちゃくちゃねかっこいい名前のホテルがありまして、あれ京阪の傘下なのかね、京阪って書かれてありますけど、そういったホテルもありまして、ここにもですねいろいろあるわけなんです。で、あの建物なんだろうな、なんかの施設なんですけど、一回ね、なんかの施設って話聞いたことあるんですけど忘れました、ごめんなさい。そしてこちらが京都駅ビルですね、ホテルグランビア京都、 JR 伊勢丹または JR のですね傘下だったはずです、 JR グループのホテルだったはずです。京都駅すごい独特な見た目をしていますけど、京都駅の大階段と聞けば皆さんも思い浮かぶような、この京都ですね。また京都タワーがこの建物の奥に見えるんですけど、残念ながらちょっとこの角度からは見えません。そして、11、12番乗り場の方にですねやってきたこちらが、のぞみ100号でございます。ちょっとねこの辺で空いてきましたよ。のぞみ100号16時45分東京駅の到着です。停車時間は約2分。12番線の電車は下り線も同じ頻度で新幹線がやってきています。先ほども話したように、行き帰りで本数同じにしないと、回送でも行き帰りを同じ本数にしないと帰れないんでね、でかくいって書かれたデザインも僕一番好きなんですけど、なんかこれはあまり人気ないらしいんですよね。なんでなんでしょう、僕結構好きなんですけど S の方が人気あるかな。あ、先ほども言いましたね、これオレンジ色だと JR 東海なんですけど、あれ見ていただければ水色のマークで書かれていますよね。鉄道ファンの間では有名な話なんですけど、この水色の、ね、乗ればあれですね、いい日旅立ちの音楽が車内メロディーが鳴りまして、このオレンジ色の車両になれば週に1って書いてる、すごいトップなんてやつですよ。あ、すいません、話ずれましたけど、このあれですね、オレンジ色に乗れば愛子という先日、去年の8月ぐらいですね、去年の7月20日に、変わりました。発車メロディー、車内メロディーが変わりました。その車内メロディーが聞くことができるのがこのオレンジ色のやつなんですね、会いに行こうというやつです。すごいぞこれ、新幹線でもトップナンと呼ばれる G1 編成 N700 系、オレンジですかね、7000番台かな、忘れましたけど、あ、違うわ、 N700、3000、忘れちゃいましたけど、この N700 系の何千番台の1つ目に作られた車両ですから、16両編成のうち1本目に属している車両がこののぞみ41号博多駅の車両なんですね。そして画面今左側のこちらの新幹線出発していきますけど、こちらがのぞみ100号の東京行きでございます。これ本日何本目かと言いますと、数えていきますと16時1分、6分、10分、13分、16分、21分、24分、30分、36分、39分というふうに走っていますから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本目ですねののぞみ号ということになります。ごめんなさい、10本目じゃないです、9本目でした。スマホ持ちながら喋ること考えて、そして掲示板もね見ながらっていう、結構難しいんですよ結構、でもお客さんもだいぶ減ってきたので、他のストレスがだんだん減ってきました。助かります。こちらも新幹線、これに乗れば東京まで行くことができます。こちらがのぞみ100号の1本あと16時48分発東京行き、終点東京には19時3分に到着します。のぞみ166号です。16時48分発のぞみ166号東京行きです。次の停車駅は名古屋です。
まって、列車がこのドアが閉まった瞬間で発車しちゃうんですよね。さすがゴールデンウィーク急いでるからでしょうか。あ、でも今回はちょっと時間あるわ。そして動き出します。かっこいいよね、新幹線のデザインは。子供も大人もおじいさんおばあさんもみんなを魅了する新幹線ということになります。これはね、例えば地球の他の惑星から来た人もね、他の星から来た人もすごいかっこいいなと思ってしまうはずですよ、このデザインは。この世の中にある全ての物体の中で一番美しいんじゃないかと思うのがこの東海道新幹線 N700系です。それは言い過ぎでしたね。この166号が来たら16時台は残る1本、16時54分を発のぞみ168号東京行き、これで本日の動画終わりたいなと思います。ちょっとなんか騒がしいですよね。何があったんだろうか。あ、本当に騒がしいわ。221系電車だ。最近も数を減らしてきているあの白い車両でございます。あれは湖西線の方へ行きます。湖の西側ですね。そしてさっきからうるさいな。この向こう側からね来る新幹線もねまたかっこいいわけですよ。こちらは何かな。お、これのぞみ号だ。新幹線16両編成あるくせにパンタグラフは1個しかないんですよね。あ、2個です、ごめんなさい、2個でした。でもパンタグラフは2個のみ、この2つのみでですね、この電力供給を担っている。そして285キロ、または300キロを出すための電力を担っているわけですから、すごい話です。お下がりください。これの数を減らすことによって抵抗をですね減らす、そういった感じになっているわけです。のぞみ160号、博多駅。あの、皆さんにお伝えしておきたいのが、ね、あの、あそこに持たれてる男性いますけど、ああいう風に持たれると地震に注意されます。メーカーが入ったあの男の奥の、ただキャリーケースの奥の人ですね。ああいう人はね、大体ね、あの、警備員さんとか係員さんがやってきて、あの、ちょっと下がってください、下がってくださいって言われて、これが新幹線です。新幹線は厳しいそうで、電車が来たら多分乗れてくれるでしょう。ああいうのをね、わざわざ、ね、注意する度胸がないんですね。日本人ながら仕方ありません。16時台最後の列車がこちら、16時54分発の京都出まして、東京終点には19時6分に着くのぞみ168号です。あ、乗いてくれた乗いてくれた。まだ常識あるからね、よかったです。日本に来た外国人は高確率でこの新幹線を取って行かれます。ちょうど16時台一番最後の車両がやってきました。のぞみ16時台12本目です。光号、こだま号を含めますと15台目。16時54分発のぞみ168号東京行き、168の1を示す一番最初のこの字がですね、1になっていたら大体広島シャフトですよと言いましたけども、例外もありまして、このように博多発の場合もあります。こればかりはね、何とも言えないですね。はい、時刻は16時53分になりました。あ、すごいな、あそこ、あそこの奥の方にあのいる外国人1、2、3、4、5、6、7、8、なんか外国人8人ぐらいの人がですね、新幹線をみんな取っております。すごいな、そんな大人気なのが新幹線。はい、じゃあですね、1時間ぐらい喋ってきたわけなんですけども、喋り倒してきたわけなんですけども、まあ、1時間動画にするとね、大体30分ぐらいになると思います、僕の喋ってる時間は。まあ、そんなわけですが、実際に動画を撮ってるのは1時間ですので、途中カットカットしながら動画出すと思います。皆さんですね、この最後の時間までご視聴ありがとうございました。16時54分発を見送ってですね、本日終わりたいと思いたいんですけども、16時台最後の列車が、閉まっていきます。今日はね、ちょっと昨日
までちょっとね風邪気味で今日もちょっと喉がね痛いんですけどね、喉が痛い理由はちょっとカラオケ歌いすぎたからです。皆さんね、あの本当に夜にカラオケは良くないです。頭おかしいぐらい高音出そうとしちゃうんでね、本当に台本ぐらいねうるさいね声で喋ると、喉ぶっ壊れますんで、皆さんもカラオケ行く際はご注意ください。そしてのぞみ168号東京行き、100と書いてありますけど、博多始発です。博多から小倉、広島、福山、岡山、新神戸、新大阪かな、泊まって新大阪から京都までやってきました。京都からは名古屋、新横浜、品川、東京の順に泊まっていきます。東京に到着するのは16時になって19時の6分ですね。光号は新大阪出発時点でですね 90% の乗車率というのを聞きました。すごいね。次は17時1分発のぞみ36号で、17時台が始まるというわけですけど、今日は1時間16時台から17時台まで、のぞみ12本ダイヤ、のぞみ12本、光号2本、こだま1本の、東海道新幹線1時間に15本のダイヤを皆さんに見ていただいたと思います。というわけで本日の動画は終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。ちょうど17時になるところです。京都駅もすごい人、見渡せばスーツケースを持った人ばかりで、トイレもお土産屋さんもホームの上もすごい混雑してます。特に名古屋東京方面はめちゃくちゃ混んでますよね。1時間見てきましたけど、すごい混雑だなと思いました。ご視聴ありがとうございました。さようなら。